買い戻しの期間第580条。買い戻しの期間は10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とする。第2項、買い戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。第3項、買い戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買い戻しをしなければならない。買い戻しの特約の対抗力第581条。売買契約と同時に買い戻しの特約を登記したときは、買い戻しは第三者に対してもその効力を生ずる。第2項、登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り売り主に対抗することができる。ただし売り主を害する目的で賃貸借をしたときはこの限りでない。買い戻し権の代位行使第582条。売り主の債権者が第423条の規定により売り主に代わって買い戻しをしようとするときは、買い主は裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売り主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売り主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売り主に返還して買い戻し権を消滅させることができる。買い戻しの実行第583条。売り主は第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ買い戻しをすることができない。第2項、買い主または転得者が不動産について費用を支出したときは、売り主は第196条の規定に従いその償還をしなければならない。ただし有益費については裁判所は売り主の請求によりその償還について相当の期限を許容することができる。共有持ち分の買い戻し特約付き売買第584条。不動産の共有者の一人が買い戻しの特約を付してその持ち分を売却した後にその不動産の分割または競売があったときは、売り主は買い主が受けもしくは受けるべき部分または代金について買い戻しをすることができる。ただし売り主に通知をしないでした分割及び競売は売り主に対抗することができない。第585条。前条の場合において買い主が不動産の競売における買い受け人となったときは、売り主は競売の代金及び第583条に規定する費用を支払って買い戻しをすることができる。この場合において売り主はその不動産の全部の所有権を取得する。第2項、他の共有者が分割を請求したことにより買い主が競売における買い受け人となったときは、売り主はその持ち分のみについて買い戻しをすることはできない。第4節交換第586条。交換は当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによってその効力を生ずる。第2項、当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を順用する。第5節消費貸借消費貸借第587条。消費貸借は当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものを持って返還することを訳して相手方から金銭その他のものを受け取ることによってその効力を生ずる。準消費貸借第588条。消費貸借によらないで金銭
その他のものを給付する義務を負うものがある場合において、当事者がそのものを消費貸借の目的とすることを訳したときは、消費貸借はこれによって成立したものとみなす。消費貸借の予約と破産手続きの開始、第589条。消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続き開始の決定を受けたときは、その効力を失う。